皆さんこんにちは。東京の JR 大久保駅から徒歩1分、地獄の担々麺さんが出したカップ麺をご紹介したいと思います。辛さも5段階あってミドルステージアシュラです。辛味成分が強いので小さなお子様や辛味の苦手な方の飲食には十分ご注意ください。辛味成分が強いので飲食には十分ご注意ください。大きく後入れと書いてあります。これだけ大きく書いてあれば僕みたいなおっちょこちょいでも間違いはない。ノンフライ麺です。ちょっとカロリー抑えられてるのかな。火薬入れます。しっかり肉も入ってますね。鷹の爪の輪切りがちょっと恐ろしい。では5分待ちましょう。キープ。あと1分です。オープン。うわ、真っ赤。真っ赤。完成です。それでは実食。うー、すごいね。まずスープからいってみます。真っ赤。うん、辛っ。辛いけど美味しいですね。とっても美味しい。麺を食べてみます。うん、これは辛い。すごいですね。ミドルステージでこんな調子なんで、さらに上に行くと恐ろしい辛さになるんでしょうね。ただあれですね、よくこういった辛い食べ物ってのは辛さでごまかして旨味が全然わかんないっていうのがありますけれども、これちゃんと美味しいです。ノンフライ麺がとても美味しい。肉もね、たくさん入ってて。いただきます。これだけ辛いとね、水を飲みながら食べたいところなんですけれども、知り合いの台湾人によると水を飲むとさらに辛くなるということなんで、今日は飲まないで頑張って全部食べてみたいと思います。美味しいですよ。でも本当に完食。汗びっしょりになりました。これ朝食べて会社とか学校に行くと元気もりもりでいいんじゃないでしょうか。私は平熱が 35.3 度なんですよ。なので1日に1回ね、猛烈な運動をして体温を上げなくちゃいけないわけですけれども、これを食べるだけで免疫機能がアップするような気がします。うぅ、すごい辛い。びっくりしました。ぜひ食べてみてください。辛いだけじゃなくて本当に美味しいカップ麺だと思います。じゃあの名乗りを上げよう。大森家次男金川元ある広島女子大女子毛利輝元、そしてもらったのは全国の計り神毛利元なり、我らは秋広島武将隊。いくぞ広島100万。チャンネル登録よろしくお願いします。元ここかな、はい、お願いします。どうもすいません、ありがとうございます。